皆さん、こんばんは。では、日本語のニュースでございます。政府官房は、石油製品販売業に関する、市で第95号と第83号の正確、法則と適正化に利益及び、営業活動用の払い戻しの要求に関して、石油製品合理金額からのファ・ミンチン出社に提出した緊急対岸書を自流した同う文書を発行しました。 政民会復習所は、昨日、権限に応じた商工省財政省に正規に従って、赤銃関連製品の高齢金融の権威を検討し、金融に返信文書を送るように割り当てられました。金融によりまと、2021年11月18日に財務省が、 104号が発行された以降の基準価格には適正化に営業活用が1リットルあたり1050ドン適正化に利益が1リットルあたり300ドンが含まれていると明らかにしました以降の聞い費用には卸売と小売価格の流報が明確に示されています ただし通達104号には卸売業と氷企業における分配率がどのぐらいかは明記されていないので卸売金業はこの隙間や抜き穴を利用してこの栄養の大部分を占めるとともに猶予という形で氷金業に分けてます。政府の指令に基づき 資金業への付加価値税、幹部の問題を解決し、国家に2%の付加価値税率の引き下げを検討し、続けるために、報告するために、財務省の税理制は7月1日から年末までの2つの提案を出しました。財務省は2つの異なる減税提案を出しています。 オプス1は、現行の10%の付加価値税の税率が課,せ課されている商品またはサービスが8%に引き下げを適用されています。オプス2は、特定の入会に限って適用されています。 2%の付加価値での引き下げが実施された場合、社会経済開発と復興価格を支援するための再生及び金融政策は消費猶予を刺激し、今年の困難を克服するために入会を支援するのに役立つと予測されています。7月1日から2023年12月31日までの期間は、 8%の軽減税率を適用します以前2022年に付加価値税を2%引き下げるという政策が金融や人々の経済的困難の一部分を軽減するのに役に立ってました。そのため現在期間の延長を継続したいというのが当面の望みです。 このフェスティバルには地元の3つの中学校から1,000人を超える学生指球師が参加しました。ここでは学生は数学ゲームや昆虫を鳴らすコンテストを通じて知識を学び交換を呼び体験する機関がありこのフェスティバルは純粋な数学ではなく他の科学や他か生活分野の応用における数学の申請をもたらしました。 最近、トン軍記憶訓練局は、トン市のワンチョン中学校において、リタン追加センターと連携し、2023年のオープン水事フェティバルを開催しました。ボレル氏は、ツイッターで、中ューダ団英雄大使が自宅で攻撃されたと述べましたが、事件の詳細は明らかにしませんでした。ボレル氏は外交施設と 職員の安全は、スダンックの給与な責務であり、国際法のもとで義務付けられていると警告しました。アフリカ北東部スーダンでは、3日間で始まった軍と民兵組織、食を支援部隊の戦闘が激化しており、少なくとも200人が死亡、1800人以上が負傷しました。 欧州連合のスライスショーにあたるボレル外相安全保障上級代表は、スダンで国軍と軍軍事総指揮、迅速支援部隊の激しい戦闘が続く中、在スーダン欧州連合の代表団大使が、首都ハルツミ市内の自宅で攻撃を受けました。この勲章はロイツと に厳重な貢献をしかしこれまでに紛争を縦上したのは西ドイツの総大首相を務めたコンラト・アディナー氏と東西ドイツ・ドイツを成し遂げたベルムとコル元首相の2人だけです。ベルケル氏は有力な女性政治家として注目されておりドイツだけではなく 欧州連合や世界に大きな影響を与えました。2021年12月に辞任するまでロシアは世界的な金融危機、ユーロ圏の債務危機、移民危機を含む一連の危機を通じて大陸最大の経済を率いた後ヨーロッパのモニュメントと見なされています。でロイツの来兵は 17日、メルケル前州省に最高位の五六勲章を授与したことが分かりました。ご清聴ありがとうございました。